ドストイフスキー作工藤誠一郎役罪と罰前回の続きからです3ビオトル・ペトロービチと彼女は叫び立てた私を守ってちょうだいあなただけでも このバカ女に教えてあげて不幸中のゆかしい夫人にこんな扱いをしてはいけない裁判にかけられるって私は総督様にじきじき訴えますあの女は責任を取らされます父の違うを思い出してこのみなし子たちを守ってあげてくださいましまあ奥さん まあまあ失礼ですがピオトル・ペトロービチは手を振って払いのけた「あなたのお父様のことはあなたもご存じのように私は一向に存じ上げませんが申し訳ありませんな奥さんところであなたとあまりや岩信ナのひっきりなしのいがみ合いには私は巻き込まれるのはごめんです」 私は自分の用事ででたんですよ。今すぐあなたの義理の娘さんと話し合いたいことがありましてなソフィアイワノブナとかおっしゃいましたなちょっと通していただきますそう言うとピョートル・ペトロービチは身を横向きに縮こめてカテリーナイワノブナの脇を通り抜けソーニャのいる 向こう隅の方へ歩き出した。カテリーナ・イバーノブナはまるで雷に打たれたようにその場にそのままの姿勢で立ち尽くしていた彼女はどうしてピョートル・ペトロービチが父の地偶を否定できたのかどうしても納得できなかった彼女は自分で勝手にこの地偶を考え出したくせに もうすっっかりそれを信じ込んでいたのだった。のだピョートル・ペトロービチの事務的なそっけないしかもなんとなく軽蔑するような威嚇をさえ含んだ口調も彼女を驚かしたそれにみんなも彼が現れると同時にどういうものか次第に静かになり始めた。 この敏腕な真面目な男がこの部屋の空気にあまりにも調和しなかったこともあるがそれに加えて彼が何か重大な用事があって来たらしい何か欲惑の理由がなければこんなところへ来るわけがないとすると今に何か起こる何事か持ち上がるに違いないということが察知られたからである。 ラスコール・ニコフはソーニャのそばに立っていたが脇へよけて彼を通したピョートル・ペトロービチは彼になど全然目もくれなかった1分ほどするとレペジャートニコフもとぐちに姿を見せた彼は部屋には入らなかったがやはり特別の好奇心というよりは むしろ驚きに近い表情で立ち止まり聞き耳を立てていたがどうやら何か腑に落ちない様子だったお楽しみのところを邪魔することになるかもしれませんが問題はかなり重大ですのでお許しいただきたい」とピョートル・ペトロービチは特に誰にということもなく漠然と言った。 皆さんがいてくれた方がかえって都合がいいのです。あまりや岩信ナ、お願いですがこのアパートの女将としてこれから私がソフィアイワ岩信ナと話すことをよく聞いていてもらいたい。ソフィアイワ岩信ナと彼はすっかりびっくりしてしまってもう早くも怯えきっているソーニャの方にまっすぐに向き直りながら。 言葉を続けた。私の友人アンドレセミニョービチ・レベジャートニコフの部屋の私のテーブルの上からあなたが訪ねてこられた直後私の所有に属する百ルーブリ紙幣が1枚紛失しました事情はともかくそれが今どこにあるかあなたが知っていて私に教えてくだすったら あなたにちゃんと約束しますしここにいる皆さんに証人になってもらいますがこの事件はそれできっぱりと打ち切りにしますだがそうでない場合は実に重大な手段に訴えざるを得ませんがその時は自分のせいだからもう泣き言を言っても始まりませんよ部屋の中は水を打ったように静まり返った。 泣いていた子供たちまで泣きやんだソーニャは死人のような蒼白な顔をして突っ立ったままルージンを見つめていたが何も答えることができなかった彼女はまだ言われたことの意味がわからないらしかった何秒か過ぎたさあどうなんです とルージンは人と彼女を見据えながら促した私知りません何も知りませんソーニャはやっと弱々しい声で言ったそう知らないんですかと聞き返すとルージンはまた何秒か黙っていたよく考えてごらんなさいマドモアゼル と彼は厳しいが、それでもまだ悟すような調子で言い始めた。よくよく考えてみることです。もう少し思案する時間を与えてあげます。いいですか。私はよほど確信がなかったら、世知事にはかなり通じているつもりですから、もちろんこれほどはっきりと、あなたを非難するような危ない真似はしませんよ。だってこのように真っ向から公然と非難した場合、 それが無実だったら、たとえちょっとした思い違いだったにしろ、いずれにしもその責めは免れませんからな。そのくらいのことは知っています。今朝私はある必要があって、ご分理債券を何枚でしたか、額面にして三千ルーブリ両替しました。計算書は財布にしまってあります。家へ戻ると私は、これは、 アンドレイセミニョービチが証人ですが金の勘定を始めて2300ルーブル数えたところでそれだけを財布にしまい財布はフロックの脇ポケットに入れましたテーブルの上には紙幣で約500ルーブル残っていたがその中の3枚は100ルーブル紙幣でしたちょうどそこへあなたが入ってきたわけです私が呼んだので そしてそれからずっとひどく落ち着かない様子で話の途中に3度も立ち上がって話がまだ終わってもいないのにどういうわけか急いで出て行こうとしましたね。これは皆アンドレイ・セミオノビチが証言できます。マドマーゼルおそらくあなた自身も私があなたのお母さんカテリーナ・イワーノブナの身寄り頼りのない状態についてあなたと前後策を考えるという。 私には法事に出席する暇がなかったのでただそれだけのためにアンドレイ・セミオノビチを煩わしてあなたを呼んだことを否定はなさらないでしょうねそれからお母さんのために寄付か宝くじか何かそうしたことを計画したらいいのではないかと話したこともあなたは私にお礼を言って涙ぐみさえしましたね私が今何もかもありのままに語るのは 一つにはあなたに思い出してもらいたいためともう一つは私の記憶からどんな些細なことも失われていないことをあなたに見せるためです。それから私はテーブルの上からジュールーブリ紙幣を一枚取ってあなたのお母さんのためにとりあえずの助けに私からとしてそれをあなたに渡しました。これは皆アンドレイ・セミオノビチが見ていたことです。 それから私はははああななたた。たた。を戸口まままで送りり出しましししそそそその時もあなたはやはりそわそわしていましたそれからアンドレイ・セミオノビチと2人になって10分ほど話し合ってからアンドレイ・セミオノビチは出て行き私は前から考えていたことですがテーブルの上に置き放しになっていた金を数えてそれだけを別にしておくつもりでテーブルのところへ戻りました。 すると驚いたことに百ルーブリ紙幣が一枚なくなっているのですまあよく考えてみてくださいアンドレイ・セミオノビチを疑うことは私としてはどうしてもできませんそんなことは考えるだけでも恥ずかしいくらいです数え違いということも考えられませんだってあなたが見える一分前に全部数え終わって総額に間違いのないことを確かめておいたのです あなただって認めると思いますが、あなたのそわそわと落ち着かない態度や急いで出て行こうとしたことやそれからある時間両手をテーブルの上に乗せていたことなどを思い出し最後にあなたの社会的立場とそれに関連する習慣というものを思い合わせた場合私はいわばゾッとして否定したいとさえ思いましたがどうしてもあるもちろん残酷ですがしかし公正な疑惑を かかざるを得なかったのです。ただしとして繰り返しておきますが私は明白に確信していますがしかし今こうしてあなたを非難していることにはやはり私にとって幾分の危険があることは自分でも承知しています。しかしこの通り私は曖昧にしておかずに思い切ってあなたに言います。それはひとえにいいですかひとえにあなたの憎むべき。 防音行為ののせいなのです。何ということをしてくれました。私はあなたの気の毒なお母さんのためを思ってあなたを呼び、私としては精一杯のジュルーブリの金を差し上げました。ところがあなたはすぐにその場で、このような行為を持って、それに報いたのです。全く実によくないことです。放っておくわけにはいきません。よく考えてください。さらに、あなたの真実の友として頼みます。 だって今のあなたにとって友よりもいいものはありえません。目を覚ましてください。強情を張ると本当に怒りますぞ。さあどうです。私、あなたのものなんか何も取りませんわ。とソーニャは恐怖におののきながらつぶやくように言った。あなたは私に十ルーブリくださいました。 さあ、この通り、お返しします。そうには、ポケットからハンカチを取り出し、結び目を探してとくと。十ルーブリ紙幣をつかみ出して、それをルージンの前へ差し出した。じゃあ、残りの百ルーブリの方は知らないと言うんですね。彼は紙幣を取ろうとはしないで、咎めるようにしつこく言った。 ソーニャは辺りを見回した。恐ろしい厳しいあざけりと剣を浮かべた顔顔が彼女を睨んでいた彼女はラスコールニコフの顔をちらと見た彼は壁際に立ったまま腕組みをして燃えるような目で彼女を凝視していた「あひどい!」という切ない叫びが ソーニャの口から漏れたあまりやイバーノブナどうやら警察に知らせるほかはないようですでまことにすみませんが庭番を呼んでいただけないでしょうかドルージンは静かにむしろ優しいくらいに言った本当にまあこの子が盗みをすることは私も知っていたんですよ 岩信ナはパチッと両手を打ち合わせた「あなたも知っていたって?」とルージンはすかさず聞き返した。というとそういう結論を下す根拠になるようなことが前にもあったというわけですね。じゃああまりや岩信ナ、今のその言葉をお忘れにならないように願いますよ。もっともこれだけ証人がいますがね。 地方から急にガヤガヤと話し声が起こったみんなざわざわし始めた「何ですと?」。冬に我に帰ってカテリーナイワノブはこう叫ぶとまるで鎖を引きちぎったように猛然とルージンに詰め寄った「何ですとあなたはこの子が 盗んだというのこの「ソーニャが」がえっこの人でなしそれから彼女はソーニャの方へ駆け寄ると痩せ細った腕で力のかぎり抱きしめた「ソーニャどうしてお前はこんな男から10ルーブリなんかもらったのバカだねさあここへお出しさあその10ルーブリお出しったら空。 カテリーナ・イワノブナはソーニャの手から紙幣をひったくると両手でそれを丸めてルージンの顔にいきなりそれを投げつけた。噛みつぶては目に当たって床に転げ落ちた。アマリア・イワノブナは慌ててそれを拾い上げた。ピョートル・ペトロヴィチはカッとなった。このきちがい女を抑えろ。 と彼は叫び立てた。戸口にはその時レベジャードニコフと並んでさらにいくつかの顔が現れたその中には地方から来た親子も混じっていた「何だと気違い女だ私が気違いだってバカめ!と」とカテリーナ岩ムナはわめきたてた。 お前こそバカだよ嘘つきゲソ野郎ソーニャがソーニャがこんなやつの金を取ったってソーニャが泥棒だってへっソーニャの方がお前にくれてやるよバカめそう言うとカテリーナ・イワーノブナはヒステリックに笑い立てた「皆さん見てちょうだいよこのバカを」彼女はそこら中を駆け回って みんなにルーチンの顔を指さした「どうですそうお前もだよ」「彼女はおみに目を留めた」え「えこのソーセージ売り目お前までいい気になってよくもこの子が盗んだなんて言ったね卑屈なドイツっぽスカートを履いた鶏の足目ああお前たちよお前んとこから戻るとすぐに ロジオン・ロマーヌイの脇に座ってどこへも行きやしなかったよ。この子を調べてみたらどうなのどこへも行かないんだから盗んだものならあるはずじゃないの。調べなさいな。え調べなさいよ。ただし見つからなかったら悪いけど責任は取ってもらいますよ。皇帝皇帝のところへお情け深いサーリー様のところへかきつけて足元にひれ伏しますよ。早速今日にも私は哀れなよもめです。 通してくれますよ。通さないと思うのとんでもない。行ってみせるよ。行ってみせるとも。きっとこの子がおなしいと思って、こんな芝居を考えたんだろう。その代わり、私は聞かないよ。ぎゅうぎゅう言わしてやる。調べなさいな。えさあ。さっさと調べたらどうなのカテリーナ・イワノブナはキチガイのようになって、ルージンを小づきながら、 ほうへ引っ張っていった「私は覚悟していますよ責任は負いますよ」だが気を沈めなさいよ奥さん落ち着きなさいあなたが聞かないことはもう十分に分かりましたよそれはさてそれですが一体どうしたものでしょうな」とルージンはつぶやいた「警察が立ち会いでなくちゃ」 も,っとも今でも承認は十分すぎるほどだが私はいいですよでもとにかく男には難しいですよ性の関係がありましてなせめてあまりやイバーノブナでも手を貸してくれたらしかしそれもまずいと思うしまあどうしたものでしょう誰でもかまいません調べたい人は調べるがいい。 カテリーナ・イワノブナは叫んだ。そうにゃ、こいつらにポケットをひっくり返して見せておやり。そう、そう、ごらんよ、アホ。ほら、空っぽでしょ、ここにハンカチが入っていたんだよ。空っぽだよ、ほら、今度はこっちのポケット。いいかね、ほら、ごらん、ごらん。そう言いながら、カテリーナ・イワノブナは裏返しにするというよりは、二つのポケットを次々と外へ引っ張り出した。 ところが二つ目の右のポケットから思いがけなく小さな紙切れが一つ飛び出して放物線を描いてルージンの足元に落ちたピョートル・ペトロービチは腰をかがめて床から二本指でその紙切れをつまみみんなに見えるように高く上げてそれを広げたそれは八つに畳んだ百ルーブリ紙幣だった ピトル・ペトロービチは手をぐるりと回してみんなに紙幣を見せた盗っと部屋を出ていけポリスポリスとアマリアイワーノブナはわめきたてたこんなやつらはシベリア送りだよ出ていけ四方から叫び声が飛んだ。 ラスコールニコフは押し黙ったままじーっとソーニャの顔を見つめていたが時折ちらと素早い視線をルージンに移したソーニャは意識を失ったようにぼんやりその場に立っていた驚いた様子さえほとんどなかったふいに主がさっと顔中に刺したかと思うと彼女はわっと叫んで 両手で顔を覆った。違う、私じゃない。私は取りません。私は知りません。と彼女は胸を引き見するような涙声で叫ぶと、カテリーナ・イワーノブナにすがりついた。カテリーナ・イワノブナは彼女を抱き寄せ、まるで自分の胸で彼女をみんなから守ろうとでもするように、ひしと抱きしめた。 私は信じないよ。わかるね。私は信じないからね。カテリーナ・イワオノブナはどう見ても明白な事実があるのにこう叫びながら抱きしめた腕の中で幼子のように彼女を揺すり何度となく接吻し彼女の手を探っては激しく唇を押し当ててむさぼるように吸うのだった。 お前が取ったなんて、本当になんて馬鹿な奴らだろう。彼女はみんなを見回しながら叫んだ。そうですとも、あんた方はまだ知らないんです。この子がどんな美しい心を持ってるか、この子がどんな子か知らないんです。この子が人の物のを取るなんて、この子が。この子はなけなしの服を脱いで売り、自分を裸足で歩いても、あんた方が困っていればみんなやってしまう。 そういうい子なのですこの子は「黄色い観察も受けましたそれは私の子供たちが上のために死にかけたからです私たちのために自分の身を売ったのですあ亡くなったあなたあなたあの世に行かれたあなたあなた分かりますか見えますかこれがあなたの法事ですよあんまりだこの子を守ってあげてくださいよあんた方は何だってぼんやり突っ立っているんです ロジオン・ロマーヌ一、あなたまでどうして味方をしてくれないんです。あなたも信じてるんですかあんた方はみんな。みんなどいつもこいつも、この子の小指ほどの値打ちもありやしない。神様、あなたにおすがりするほかありません。どうかこの子を守ってあげてください。身寄りのない哀れな肺病のカテリーナ・イワーノブナの涙ながらの訴えは、 人々に強い感杯を与えたようだった。この苦痛にゆがみ、剛病に削られたカサカサの顔、血のこびりついた干からびた唇、かすれた悲痛な声、子供が泣きじゃくる、すするような泣き声、子供のように信じやすい、しかも必死にすがりつくような、守ってくれと祈る愛がそれはあまりに痛々しく、あまりにも。 右脳がにじすべて,ての人々に憐れみを覚えさせたかに見えた少なくともピョートル・ペトロービチはすぐにかわいそうになってしまった「奥さん奥さん」と彼は心に呼びかけるような声で叫んだ「これはあなたには関係のないことですよ誰もあなたがたくらんだとか」 示し合わせたなんて非難するものはありませんよ。ましてあなたは自分でポケットを裏返して犯行を暴露したじゃありませんか。それはさて貧しさがソ僧婦やミオノビナにこんなことをさせたとすればですね、私は決して同情しないというのではありません。しかし一体どうしてまどもアゼルあなたは正直に言おうとしなかったのです。地獄が怖かったのですか 初めに言いそびれたからですか。おそらくどうしていいかわからなくなってしまったんでしょうね。わかりますよくわかりますよ。だがしかしどうしてこんなことをしてくれたんでしょうね皆さん。と彼はその場に居合わせたすべての人々に向かって言った。皆さん私は同情を禁じえませんしいわば痛ましい気持ちが十分に察知られますので。 今でさえ私が受けた個人的な侮辱には目をつぶってですね許してあげてもいいと思っていますそれにマドモアゼル今の恥辱があなたには将来に対する教訓になるでしょうからなと彼はソーニャの方へ向き直った「これでこの事件は闇に葬りましょうまあ騒ぎ立ててもしょうがないこれで打ち切ります」 もうたくさんですよ。ピョートル・ペトロービチは横目でチラとラスコールニコフを見た二人の視線が勝ち合ったラスコールニコフの燃えるような業種は相手を焼き尽くさんばかりだった一方カテリーナ・イバーノブナはもう何も耳に入らない様子だった 彼女はソーニャを抱きしめてただもう夢中で接吻を繰り返していた子供たちも四方から小さな手でソーニャに抱きすがっていたポーレチカはどういうことなのかまだよくわからないらしく顔中を涙だらけにしておいおい泣きじゃくりながら泣き晴らしたかわいい顔をソーニャの顔にうずめていた。 なとという卑劣なことだ。誰かの声が不意にと口で叫んだピョートル・ペトロービチは慌てて振り向いた「何という卑劣さだ」と鋭く彼の目をにらみ据えながらレベジャートニコフは繰り返したピョートル・ペトロービチはぎくっとしたようにさえ見えた。 それはみんなが気がついた後になってからそれを思い出したのであるレベチャートニコフは一歩部屋へ入った「あなたはよくも僕を承認するなどと言いましたね」と彼はピョートル・ペトロービチの方へ歩み寄りながら言った「それはどういうことですかアンドレイ・セミオーノビチ」 君は何のことを言ってるんですかとルージンは口ごもったあなたが重傷する男だということですこれが僕の意味ですとレベジャートニコフは強い禁止の目で鋭く彼を見据えながら激しく言い放った彼は怒りに身を震わせていた スコールニコフは一言も逃さずに捉えてその重みを図ろうとするようにじっと彼の顔に目をくいらせていたまたシーンと静まり返ったピョートル・ベトロービチはほとんどどう失ったかにさえ見えた特に最初の瞬間がひどかったもし君が 私にそんな。と彼はしどろもどろに言い始めた「一体どうしたんだ君」「正気か?」「僕は正気ですよだがあなたはひどい悪党だ」あー「ああなんて卑劣なんだ僕は全部聞いていた」「すっかり飲み込むためにわざと今まで黙っていたんだ」だって率直に言うけど今でさえ どうも論理的にスカッとしないんだ一体何の目的であなたがこんなことをしたのか理解できない私が何をしたと言うんだねつまらん推理で物を言うのはよしてもらいたいそれとも君は酔っているんじゃないのか酔ってるのはあなたという卑劣な男かもしれませんね僕じゃありませんよ僕は大人だって一滴も口にしませんよ僕の信念に合いませんのでね いいですか皆さんこの男はこの男は自分で自分の手でこの百ルーブリ紙幣をソフィやセミオノビナにやったのです僕は見ていました僕が証人です僕は宣誓しますこの男この男ですとその場に居合わせた者一人一人に向かってレベジャートニコフは繰り返した「おい君 頭がどうかかしたのかこの青2歳が。とルージンはわめきたてた「この子は今君の目の前でたった今自分でみんなの前でジュールーブリー以外何一つ私から受け取らなかったとはっきり証言したじゃないかその後で一体どんな方法で私がこの子に渡せたというのだ僕は見ていた見ていたんだ」 レベジャートニコフは繰り返し叫んだ「これは僕の信念に反するがしかし僕は今すぐ裁判所へ出頭してどんな先生でもするつもりだだってあなたがそっと彼女のポケットに押し込むのを僕は見ていたからだただ僕はバカだからその時はあなたがこっそり恵んでやったんだと思ったんだ」と口で別れ品にあなたは彼女を送り出し片手で彼女の手を握りながら別な左の手で「 彼女のポケットにそっと紙幣を忍ばせたんだ僕は見ていた見ていたんだルージンは青くなった何をでたらめ言ってるんだと彼はふてぶてしく叫んだ君は窓際に立っていてどうしてそれが紙幣と分かったんだ目の迷いだよ禁止がひどいからな幻覚だよ いいいや目の迷いじゃない確かに僕は遠くに離れていたしかし僕は見たんだすっかり見たんだそれや確かに窓のところから畳んだ紙幣を見分けるのは難しいしかし僕はある事情でそれが間違いなく100ルーブリ紙幣であることをちゃんと知っていたんだというのはあなたがソフィや岩ブナに10ブルーブ紙幣を渡そうとした時僕はちゃんと見ていたんだその時あなたはテーブルの上から100ルーブリ紙幣も取った。 そのの時僕はたまたたたまま近くにいたので、そそれが見えたんだ。そしてすぐに僕の頭にある一つの考えが浮かんだ。だから僕はあなたの手に紙幣が握られていることを忘れなかったのさ。あなたはそれを小さくたたんでそれからずっと握りしめていた。その後僕はまた忘れかけたがあなたが立ち上がりかけた時それを右手から左へ持ち替えて危なく落としそうになった。そこで僕はまた思い出した。というのは。 またさっきの考えつまりあなたが僕に隠れてこっそり彼女に恵みを施そうとしているのだという考えが浮かんだからだわかるでしょうそれから僕が特に注視しだしたのがそしてあなたが守備よく彼女のポケットに忍び込ませたのを見届けたんだ僕は見た見たんだ僕は誓って言うレベジャードニコフは 今ににも息が詰まりそういいでいた。四方からいろんな叫び声が起こった驚きを表す叫びが一番多かったしかし威嚇の調子のこもった叫びもあったみんなピョートル・ペトロビチを取り巻いたカテリーナ・イワノブナはレベジャートニコフの前へ駆け寄ったアンドレイ・セミョノビチ 私はあなたを誤解していました。この子を守ってください。あなた一人がこの子の味方です。身寄りのないかわいそうな子です。神様があなたを使わしてくださったのです。アンドレイ・セミオノビチ、あなたはなんていい方でしょう。そしてカテリーナ・イワーノブナは自分で何をしているのかほとんどわからない様子でいきなり彼の前にひざまずいた。 戯言だとルージンはカンカンにいきりたってわめきたてた「たわごとばかりぬかしくさって忘れた思い出した忘れた何を言ってるんだつまり私がわざとこっそりこの子のポケットに忍ばせたというのか何のためにどんな目的で私がこの子になんの関係があるんだ」。 何のためにそれが僕にもわからないんです。だが僕がありのままの事実を語ったということ、それは確かです。あなたは実に汚らわしい、罪深い男だ。僕は決して間違っていません。その証拠に、あの時すぐに、つまり僕があなたに感謝して、あなたの手を握りしめたあの時にですね、このことについて一つの疑問が頭に浮かんだのをはっきり覚えているんです。 一体何のためにあなたが彼女のポケットにそっと忍ばせたのかつまりどうしてそっとでなければいけないのか僕が反対の信念を持ち社会悪の根を少しも摘み取ることのできない個人的事前を否定することを知っているから僕に隠そうとしたただそれだけのことだろうかそう考えてきて僕はあなたはこんな大金をやるのが。 本当に僕にに恥ずかししいのだろうと解釈したわけですさらにひょっとしたら思いがけぬ贈り物をして家へ帰ってからポケットに100ルーブリも入っているのを見てびっくりさせてやろうと思ったのかもしれないとも考えてみました僕も知ってますが事前科の中ではこんな風に自分の善行を粉飾するのがひどく好きな連中がいるものですさらにあなたは彼女を試そうとした つまり彼女がそれを見つけてお礼を言いに来るかどうか見ようとしたのかもしれないとも考えましたあるいはまたお礼を言われるのを避けたのかもしれないそのいわゆる右手にも知らんしむべからずというわけでね要するにまあいろいろ考えてみましたよ本当にあの時は次々といろんな考えが浮かんでくるので後でゆっくりそれらを検討してみることにしたんですがそれでもやはり この秘密を知っていることをあなたに打ち明けるのは、慎みがなさすぎると思いました。しかしそう思う裏から、すぐにソフィやセミオノブナが気がつく前に、運悪く金を紛失しないとも限らない、という不安がわいたのです。それで僕はここへ来て、彼女を呼び出し、ポケットに百ルーブリ紙幣を入れられたことを教えてやることに決めました。その前にちょっと、 コブイリアニコーア夫人の部屋に立ち寄って実証的方法論外説を渡し特にピリベットの論文「ワグネルのものですが」を読むように進めてそれからここへ来たわけですが来てみるとこの騒ぎです。いいですかあなたが彼女のポケットに100ルーブリ紙幣を入れたのを僕が実際に見ていなかったらですよ。僕はこうした全ての推論や考察を持つことができたでしょうか でできたでしょうかアンドレイ・セミオノビチは長い考察を述べ終わりいかにも明観な論理的結論で言葉を結ぶとがっくり疲れて顔には大粒の汗さえ吹き出した「かわいそうに彼はロシア語でさえ満足に説明ができなかったのである」「もっとも他の言葉は何も知らないが」 それで彼はこの弁護士としての功績を果たした後は一時にすっかり消耗してしまって急にげっそり痩せたようにさえ見えたそれにもかかわらず彼の言葉は深い感銘を与えた彼は激しい憤りに燃えながら絶対に揺るがぬ確信を持って語ったのですべての人々が彼の言葉を信じたらしい トル・ペトロービチは形勢の日を感じた「君の頭に具にもつかぬ疑問が浮かんだとてそれが私に何の関係があるんだ」と彼は叫んだ「そんなものは証拠にならん」「大方夢でも見たんだろう」「バカバカしい」「君にはっきり言うが君は嘘をついているんだよ私に何か悪意を抱いているのでいい加減なことを言って」 私を悪者にしようとしているんだきっと私が君の自由主義的な無神論的な社会思想に共鳴しないので払いせをしているのだそれに違いないしかしこのこじつけはピョートル・ペトロービスに理を与えなかった反対に司法から不平の声が起こった